はいどうも、あ、そっか、クロックレディか。妖怪三国志国取り図図、今回もやっていきます。武将妖怪ね、来ましたね。まだギリギリ秋といえば育成の秋、あ、いいね。強化キャンペーン、あ、なるほど、いろいろいいですね。お知らせチェックしてねっていう感じですね。じゃあちょっとランクアップイベントやっていきましょう。ビンゴミッションがね、なんかできたみたいですね。いいね。あ、かなりいいね。そしてちょっと先にね、ベニマルの引いちゃいましょう。敵全体無属性ダメージ打ち消しお払い、いいね。力アップお守り優先発動が今回のね、一応初優先条件とやつですね。ストーリーありますか。まあちょっとまた別ガシャの時にお見せしましょう。ストーリーは続けるんだね。お、いきなり当たり、そうはいかなかったな。まあ、これ A か S かな。さあ金カプでした。おお、いいね、ゴズだ。牛と牛頭と書いてゴズ。まあ妖怪三国志ではね、超有力妖怪ですね。あ、今回はゴルニャンとアゲアゲハ、ちょうどね、私アゲアゲハゲットしたばかりなんですよ、この前、偶然にも。じゃあちょっとランクアップね、見ていきましょう。ランクアップイベント開催、クロックレディ消去、いいね。レアボスやミッションで仲間になりますと。あら、なんかカゴだったね、クロックレディね。さあマッチングを待ちますか。ちょっと国取りの方が、またこれあれだね、最初からやり直しか。で、国取りの方はね、まあ、一応制圧してなくても、なんていうの、制圧してなくてもこの素材はねゲットできるようになったんで、それが注意ぐらいですかね。まあ、最初だからね、全部のとこに行かなきゃって感じだよね。どうするんだろう、分担してやんのかな。とりあえず移動しちゃおう。移動力ないからね回復が惜しいっていうかね。ちょっと待って、 OK。 はい、じゃあちょっと順位報酬がないもんね、今回ね。で、あと投票券で、大感謝コインね、こちらあれですね。あとこの前の公開放送のやつ、あと久々に1位取れました。あ、これ無課金サバカの方ですね。はい、でこれね、ここに総選挙で、はい、ぜひね。おお、いいね、ランクアップ。あ、桃太郎にはちょっとな、課金妖怪だから、なんか選ばれたら申し訳ないなっていう気持ちが少しありますね。まあでも強キャラばっかりですね。疾風陣雷ノルソルとか文中も欲しいな。なるほど、はい、かなりいい妖怪たちで揃ってるんで、これがなんかね、今回のランクアップコインみたいに、いっぱい出てきたらあれですね。あ、で、スカイスネーカー、スカイスネーカーって名前だったっけ、もう忘れたな、学校が怖い。そしてレア妖怪でね、クロックレディ消去で、ドロップはね、こんな感じでランクアップコインがねあるんで、ぜひねゲットしていきましょう。他にも到達とか、まあその辺ねあるんですけど、宝珠ね、結構このもらえます、ランクアップコイン。一戦参加するだけで5宝珠で、どんどんね、参加してって、軍団長級になると10宝珠ね、毎セッション、もらえるので、まあまあまあね、うまいことやるといいですね。サーバー2の世界だとランクでね、こんな感じでもらえるので、はい、ぜひね上位を目指して、まあ、ベニマルなしだからな、小生だから、まあまあ楽勝でね目指したいですね、5凸とかね。で、昇格報酬は1つ選べるランクアップ法宝箱になるんだ。これがなんだろうね、これは四天王寺とか選べるのかな、ちょっと後で見ておきましょうかね。はい、じゃあちょっとボス呼んでみましょうか。一応ね、ボスはちょっと待って、とりあえず
このメモとかをねよく使うといいのと、あとそうだな、必ず編成はイベント妖怪ね入れてポイントアップするようにしましょう。今回だとゴルニャンとアゲアゲハちゃんで、はい、まあ、ちょっと群馬神一応前回ね書こうと思うあれだからあれですね。で一応前回のイベントは転生、このアカウントソルカ、あソルカがね3突いけましたと。よいしょ、限界突破。結構経っちゃったな時間が。で群馬市の方もねイベント群馬市はいないけど、このねよいしょ書こうとねこいつも3突できたんで両方ともね3突ということで、まあ宝珠だいぶねなくなっちゃったけどしょうがないな犠牲は大きかった。はい、じゃあちょっとやっていきましょう。で一応弱点とかね一応出てるのでこういうのねメモしていくといいと思います。スカイスネーカー土苦手であとね超混乱は効くとかね、うん、なんでそんな感じで少しずつやっていくといいと思います。まあポイントアップ妖怪ね、ゴルニャンはね結構アイテムドロップ妖怪だから使うんですよ。なんではいこんな感じで、まあ、最初だからちょっとねまあこんな感じで、でも今回の結構いろいろ種族が分かれてますね。さっきのこれはスカイスネーカー用で今度はねまあこうやってコピーしながらちょっとグマシン弱いままでいいかまだ、はい、で今度は氷が苦手で超サボりが効くんでね、はい、そんな感じでプリチでプリポカで氷が得意って言ったらねもうたくさんいるんで分かってると思うんですけどっていう感じでね、はい、そんな感じでやっていくといいんじゃないかなと思います。まあバフは1体でいいか、プリポカジバニャンリュウでいいか、まあちょっとこの辺もねうまいこと工夫しながら、あとはねサボりが効くって言ってるんで、まあ、こういうねサボりをやるとさらにいいのかなって感じですかね。超サボり打ち消しじゃなくて超サボり、あ必殺技がここか、あれこれでいいのかな、こっちか、必殺超サボりだからそこの辺ね、あ違う、こういうのね絞り込んで、あ妖精とかか、まあ、ちょっと種族違うけどまああの氷でサボりでやるとかね、そんな感じでやるのがいいのかなと思います。でランクアップコインねもらえたんでこの辺ねちょっと全種やつやってるとあれなんであれなんですけど、これは超睡眠が効くのかな、あこれは超サボり、あこれが超サボりか、ごめんちょっと後で動画見直すわはい、でここ一応ねメモでねさっきの M シャドウで氷とかねこういう風に変えてまあうまくやるといいのかなと思いますね。はい、じゃあちょっと戦いはこんな感じで、まあ失礼、雷苦手なんでまあちょっと今回いろんな種族やるんでちょっとめんどくさいねボスね、うんあれでちょっとこれはもう倒しちゃうけど、はいボスねうまく使い分けてやっていくといいと思います。
みんな早いな。はい、じゃあちょっとせっかくあれクロックレディやれないの残念なんですけど、このフィーバーを押せばね、あのあれも出てくるんで、クロックレディは後ほどね攻略していきたいと思います。あとはそうだな、ランクアップコインの中身ちょっと見てみましょうか。ランクアップコインが これですね。今回のね討伐戦ボス、討伐戦というかボスたちがいると思うので、これでねまあ5凸はねランまあいけるのいけれますし、他の妖怪なしなのか。でもあれか、このなんちゃら箱があるからね、うん、ランクアップ絆箱、これがねちょっと楽しみですね。その辺はお知らせの方に入っているので、クロックレディでもいいよね。うん、到達ランク報酬もねいっぱいもらえるし、今回超外車チケットもあるのもいいね。施設ダメージアップもこれね、ランクアップはだいたい5凸できるんで、 50% アップになるとかなり強者になれますね。であと特攻がこの感じで、ゴルニャンとかね、私メインアカウントのゴルニャン鍛えてあるんでいいかもしれないですね。あとハロウィンカコートもさっき出てこなかったけど、ダメージ 50% アップになるんで、これも使ってもいいかなって感じですね。はい、じゃあ頑張っていきましょう。陣はこんな感じ。最後のね、4陣が、上昇率がね、2倍になるんで、ここは勝ちたいなって感じですね。ユニバルさんはどうしようかね。早く欲しいね。あ、ちょっとハロウィンジバニャンゲットしてしまったんで、ちょっと絶望的なんですが、はい。まぁ、ちょっと考えながらやりたいと思います。ね。あと5周年コインね、さっき見たけど、いいラインナップしてるんで、一生懸命ね、悩んで決めたいと思います。うん、ちょっと考えたいな。投票ページね、あるんで、1日1枚ね、投票券獲得できるんで、どうしよっかね、5体。ブルジョワ、でも本当に必要なのってさ、みんな、持ってない人本当に必要なの、大きい人と文中と、うん、あとブルジョワだな。で俺メインアカとか対抗棒持ってないから対抗棒も欲しいとかね。やっぱバフ系がいるね。だからこれもスノーラビーいたらあれだけど、まあスノーラビーいないね。だけどもうツクヨミがいるから、ツクヨミ一択だな転生は。なんで私ツクヨミ、エンマ、そして文中かな、持ってないのかな。うん、とにかくバフ系は、桃太郎にはね、ちょっとね、やつもらったらちょっと悪いなっていう気持ちがあるな。さあ、あとイベントね、ありますんで、これも、ぜひね、こなして、さっきミッションになったやつかな。で、ビング、あ、これが、これはあれだ、ログインボーナスだね。で、限定ミッションでしょ？で、これがさっきのビンゴの報酬で、あ、そうだ、育成箱とか、そうだ、あれだ。で、経験値2倍か。強化キャンペーン。いいね。札ドロップキャンペーン。あ、そうそうそう。思い出した。今回から、絆ショップの方に、転生が加わったので、ランクで、転生が、転生がね、どんぐらい ?1500! 高い！一突するのに15万いるけど、まあ、この前ね、妖怪大遠征でいっぱいもらえたので、そんなに届かない数字ではないですね。なので、はい。これもいけるかなっていう感じですね。ちょっとこれは、ガシャ妖怪に特化して、まあ将来的にはね、カイラとか、対抗棒とかね、突して強いやつをやりたいなっていうところですかね。あと、ショップで、あ、なんかこれ、ゼニーで売ってるね、交流ポイント、この辺ゼニーでやってるので、これもね、
ゼニーでやるやつはしっかり買ってください。であとは交換の方かな、妖魔札の方が交流ポイントがね、あ、結構いい価格で交換できますね。なんで在庫もたくさんあるし、これはいいんじゃないでしょうか。交流ポイントね、こうやってゲットして、はい、妖魔札もうこれで修練とかもうやらなくなっちゃいますね。はい、だけど交流ポイント嬉しいですね。はい、妖魔札使えるみたいなんで、ぜひ使ってみてください。結構盛りだくさんですね今回ね。メンテ情報としては新規ガシャランクアップ、高難度、あ、そうだ、あと高難度チャレンジね、呂布が出てますんで、あ、これもね、今度やっときましょうかね。はい、呂布が極限が作られてますんで、はい、これも楽しいんで後でやっときましょう。はい、じゃあ頑張っていきましょう。ランクアップね、まあ伸び伸びやれればなと思いますね。はい、じゃあすいません、今回こんな感じします。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、楽しみですね。またお会いしましょう。さようなら。行くぞ行くぞ行くぞ。あー、いいね、ベニマルいいね。あ、でも1万8000だ。これはあの開発用の数値とは違うんですね。なるほど、力も抑えられてるわ。